どうしたら好きな子の前で緊張しないですか緊張っていう言葉を置き換えてください。好きな人の前で自分は好きだからドキドキ心臓がしてるんだっていう言葉に置き換えると緊張がネガティブなものにならないんで、むしろ心臓のドキドキとかって体をすごいうまく動かしたりとか活性化させるっていうメリットもあるんで、この緊張をネガティブなものと捉えない、そのために言葉を置き換える。自分は好きな人の前で喜んでる。喜んでるんだみたいな言葉に置き換えましょう。彼女がまだ元彼にメランがあり、毎日連絡を取り合ったりしています。 関係を切ってほしいと言っても大事な人だし忘れられない人だから関係を切るのは難しいと言われました。どうやったら関係を切れると思いますかそして今この相談をしている人が気になっています。相談相手から恋人になる方法を教えてください。彼女がっていう言い方をしてるんで、すごい、えー、付き合ってる感あるように思って聞いちゃったんですけど、付き合ってないんですかね。自分の好きな人がまだ元彼に未練がありっていうことですよね。まず関係を切ってほしいっていうのやめましょう。関係切ってほしいって っていうタイミングは100歩譲って付き合ってからですかね。まだ、ただ仲いいだけの人のために、 元彼との連絡を立つメリットが向こうにないですもん。これ恋愛もだし、こう、まあ、仕事とか人間関係において、相手にメリットのない提示を OK させることほど難しいものはないんで、何かしら相手のメリットを見つけてからそれに沿った提案をするか、相手が気づいてないメリットを自分で作って提案するかっていう二択なんで、多分僕の動画も基本そうなってて、相手がメリットができる状態にするためにギブをまずして、相手が自分のことに、自分に対して好意を持ってきたとか、好きになってくれた、仲良くなってくれ,てくれたっていう状態で、 で、相手が子供提案をしましょうって多分動画結構出してるんですけど、それと同じなんで、まず、えっと、仲いいぐらいのレベル、付き合ってないレベルで、関係を切ってほしいっていうのは絶対にやめた方がいいです。関係を切れる方法。 は、もっと好きな彼ができたら、関係切ってくれます。関係を続けてるっていうことをぐっとこらえて、元彼を超える彼氏になってください。切ってって言わなくても、勝手に切ります。付き合ってからなら、ま、100歩譲って、切ってほしいって、彼氏だから言っていいと思うんですけど、えー、僕は個人的には言わないことをお勧めします。人ってやっぱ、しないでほしい。これはやんないでほしいって禁止されると、したくなっちゃう生き物なんで、させておきましょう。放置しておきましょう。自分に続行になってきたら勝手に切るんで、そっちの方がいいかなと思います。 好きな人の友達にその人は好きな人とか作らないって言われたんですけどどうしたらいいですかねこれがデートまで行く関係になっててるんだったらちょっと悩みになると思うんですけど別に相手が完全に自分のこと好きじゃなくてもデートとかって行けるし告白前にデートに行った方が絶対にいいんで一旦無視してデートに 誘うところを目標に頑張ってみてください。で、デートに誘うぐらいの関係になったら、もし言えるんだったらね、まるまるちゃんから聞いたんだけど、まるまるって好きな人とか今作る気分じゃないのみたいな。好きな人あんまできないのみたいなのを普通にデートに行ける関係だったら聞けるんで、一旦デートに行っちゃいましょう。